どうも、エルザです。それでは、レメナントやっていきたいと思います。ですね、前回のところからで、幽闘なんか出てきたね。急に出てきたね。一応ね、なんか探してたら、これ、踏めるところがあるみたいで、なんかね、湧いてくるんだよね。痛い。まあ、よく分かってはないんだけど、出てくるんで、なんかあるんだろうなーと思いつつ、あー、やっぱリセットかかるんだね。おう、なんかクリアできた。ほう。かといって特になんか開けれるわけではないんだね。よし、クイックハンドに振って。これ、あ、降りれるんだ。へえ。なんかやばそうなところ来た気はするけど、大丈夫かな。よし、進んでみよう。さっきの鎧着た敵が来るのかな。あれ？おお、変えるのね。あ、しかも強化されて、強化されてるけど6パワートランスファー、5秒後すべてのダメージ増加させるボーナスを得ると。ダメージを受けると5秒の間ボーナスを失い、与えるダメージは減少と。はあ、装備が変えるってわけね。ぐるって回ってきたわけか。そうか、そしたらじゃあまた行きましょうかね。正面と左の方にまたダンジョンがあるっぽいんで、まず左から今回やっていこうかなと。なんとか謎解きは成功だね。いやーね、多分なんかヒントあるんだろうけど、結局地道に一つずつ踏んでいってみたいな。そんな感じでしたね。まあ攻略法はどっかにあるんだろうけど、まあまあ行きましょう。そろそろスタミナもなんか欲しいね。
さあ、また燃やしつないと。いやー敵強いんだろうなー。どういう敵が出てくるかだよね、問題はね。黒き太陽の祭壇はあ、痛い。たまったか。いやー強え。まだいるわ。次から次へと何なの。おい、てか放射線がねきついんだよね。多分さっきの放射線で溶けたもんね。お、お宝。包帯か。出血の敵出てくるかな。お、壊れるんだ。特にはって感じかな。いや敵固くね。マジか、めちゃくちゃ硬えな。あー、あいつはやられるとっていう感じか。うぃことになったわね。やばいやばいやばい。あ、引っかかるー。こうは。待て。はあ、マジか。終わったわ。これ俺いける？
この一回見つかった時の敵の数よね。まあ、とりあえず探索優先にしといて、多分上いるんだろうね。これ行き止まり。よし、じゃあちょっと下がって。どこあたりから登ろっかな。あ、いてててて、今なんか今まで見てない名前のやつが出てきたね。メッキ加工済み？のやつが今手に入ったね。よし。逃げろー。なんで、おとなしくしてなさい。はあ、よし、終わったわ。これはどうだ、新しい素材が出てる時点で集めるだけ集めてちょっと強化し直すか。てかスクラップも足りてねえからな。はお、力の指は。来るなあ。え、ちょっと待った、お前雑魚的で出てくんの？これはやばい。
よし、終わった。待て、ザコテギの定義を。あれ？しかも、そんな、いいアイテム落としてくれなかったね。やべえなぁ。これはちょっと、強化必要だね。いやーでも、そうだね。やっぱ強化しないと無理か。おお。待て、処理落ちはしないでくれ。なんとかゴリ押しできた。さあ、盛大な音楽が鳴ってはいるんだけど。お、なんかある。これは？これはあれだね。回復アイテムが増えるね。回数が増えるのはラッキーだな。とりあえず、敵の足音に気をつけて。私はでも行き止まりか、上か。よし、上行きますか。お？いや、扉開いてないね。あら？ってことはどっか扉を開けるための何かがある？
まあまあ、ちょっと探索してみますか。さあ、来たね。うーわ、なんか嫌な感じが。バレましたね。いて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 。リロード早めに。マジか、かってえな。やばいやばいやばい。マジ出血か。はあ、危なかったわ。いや、ほんとよ。いや、これやっべえな。ダメージが追いついてないもんな。しかもショットガンあと6発か。これはちょっと場合によっては引かないと。危ない危ない、取り忘れになるとこだったね。知恵の書、これでトレイトが一つ上げれると。あれ、右側は、地味にね、地味にタイミングむずいのよ。やば。
とも聞いてるね。よし、よし、ゴリ押し。よし、さあ、ショットガンが切れそう、てか切れるな。弾薬使うか。お、てか今ボスとかチェックポイントのマークがあったけど、もうちょいかな。よし、こっちは進む。戻ってもう一個の方だね。こう、こっちは特に戻っていく感じではないね。結構いるな。いや、数が多い。もう燃やせ燃やせ。これはまずい。危なかったわ。回復。危ない。痛いよまだいるかい？いや、これは戻ってきたか。ああ、つながってるのね、一応ね。
さあ、だいぶぐるーって回ってきたね。お、抜けれる。てか、あれ、見たやつだよね、序盤でね。さあ、チェックポイントで奥にボスが見えると。まあまあ、ちょっと今回ここまでにしましょうか。謎解きやら何やらしてたらだいぶでしたが。ちょっと強化にも戻ろうかな。ということで、ここまでご視聴ありがとうございました。良ければチャンネル登録、高評価よろしくお願いいたします。それではまた次回お会いしましょう。ほんじゃあ、またな。